ます。お立ちの方はお立ちください。詩編の126編76番から76番からですね。お願いします。主がシオンの安定をもと通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄をもと通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱えなきながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。やりやー、歌うようになりましたね、はい、それでは Don't worry。Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから、 Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 思いは煩いよ、バイバイ。 Don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。 Don't worryDon't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから、 Don't worry, don't worry, 思い煩わなくていい。Don't worry, don't worry, 思いは煩いよ、バイバイ。Don't worry, don't worry, don't worry, 思いは煩わなくていい。Don't worry, don't worry, 思いは煩いよ、バイバイ。思いは煩いよ、バイバイ。思いは煩いよ、バイバイ。ありがとう。
主よ、あなたの恵み深く注がれ、我が内には喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び伝え、賛美捧げ歩みます。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我が内には喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び伝え、賛美捧げ歩みます。この地上での、この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び伝え、賛美捧げ歩みます。賛美捧げ歩みます。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ、栄光力はとこしえに主のもの。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにと誉れ、栄光力は常しえに主の
レルヤハレルヤハレルヤ、あなたに捧げます賛美と生まれ、栄光力はとこしえに主のとこしえに主のもの。アーメン。受け取れないような語りかけを受けるとき、無理をしないで私の手に委ねなさい。できないことを認め、しかし従いたいことを素直に告白して私にすがりなさい。感謝を持って賛美を持って私に使いなさい。安心しなさい。私が従う力を与え、言葉とともにその言葉に従っていく恵みを与えていこう。その時あなたは今まで見なかった風景、今まで越えることのできなかった山と壁を越えていくようになると知られます。過去に縛られていてはいけません。私はあなたを全く新しい領域へと導いていきます。あなたの年齢に関係なく、私はあなたを新しいところへと導き、あなたが私の言葉に恵みによって従うとき、私はあなたに新しいことを開いていこうと知られます。それはあなたにとって喜びとなる、祝福となる、そして多くの人々に祝福と希望を与えることになると主は仰せられます。この幼子のように私の前で素直になりなさいと言われます。このあなたの願い事を素直に私の前に差し出していきなさい。この私はあなたの祈りにこの応える神であると言われます。私はあなたのすべてを確かに知っています。しかし愛する子よ、さらに具体的に深く私との前の中に入りなさい。私はあなたに聞こう、何をしてほしいのか。あなたは具体的に丁寧に私に答えなさい。私はさらにあなたに聞いていきます。私はあなたとの関わりを深め強め、そして私は具体的に答えていこう。あやふやではありません。私は生きて働く神、現実の神であると主は仰せられます。最後に聖なる万軍の主。主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊様、ご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。特別賛美を心からありがとうございます。今日この礼拝に集われたお一人一人を心から感謝をいたします。インターネットで共に礼拝されている一人一人をありがとうございます。長崎キリスト教会の新牧師であるイエスキリストご自身が、この長崎キリスト教会で牧会している日本中世界中にいるあなたの伸び正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。
聖霊様が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かし強め立て上げてください。語る者聞く者も減り下ります。語ってくださり、神の言葉によって信仰やしない、あなたの用意されている勝利と祝福に預からせてください。上からの知恵と識とれは例えをもって、聖霊様がご自由にお語りください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様と心から愛します、礼拝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。神、感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。